ディズニーパーク、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート、ディズニー・アニマル・キングダムディズニー・アニマル・キングダムは、アメリカ合衆国フロリダ州オーランドの、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートにある4つのディズニー・パークの、うちの1つである。1998年4月22日に、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで4番目の、ディズニー・パークとして開園。シンボルは、パークの中央に位置する巨大な木。 ツリーオブライフ。本物の野生動物の暮らすジャングルやサバンナなどのエリアと各種アトラクションが混在する非常にユニークなテーマパークである。世界中のディズニーパークの中で最大の敷地面積を誇る。パークの中央には大きなツリーオブライフのある島があり、その周りを取り囲むように水路があり、一部が広くて湖のようになっている。 その外側の陸地部分からは島に対して5本の橋がかかる構造となっている。飼育している生物の種類は250種1000匹以上に及ぶ。園内は7つのテーマエリアに分かれている。パーク全体のエントランスからディスカバリーアイランドへとつながる熱帯雨林をモデルにした遊歩道のようなエリア。オアリクやバビルサなどが観察できる。 ディスカバリーアイランドトレールにいるコツメカワウソパークの中央、湖と水路に囲まれた島状のテーマランド。中央には巨大な木、ツリーオブライフがそびえる。ラフィキズ・プラネット・ウォッチ以外のすべてのテーマエリアと橋などでつながっている。カンガルーやフラミンゴなどの動物や鳥が見られるほか、映画、バグズ・ライフをテーマにしたアトラクションなどもある。 映画、アバターの舞台である惑星パンドラをテーマにしたエリア。パンドラの独特な地形、自然、生き物との世界を体験することができる。アフリカをモデルにしたエリア。東アフリカの、ハランベという名の架空の村を舞台としている。キリマンジャロサファリでは、ライオンやアフリカゾウ、キリンやサイといった動物をジープに乗って観察できる。また、 ゴリラやカバといった動物を観察できる。小動物と実際に触れ合うことのできるテーマエリア。園内を走っている列車でのみアクセス可能。ラフィキは映画ライオンキングに登場する猿のキャラクターの名称。アジアの大自然をテーマにしたテーマエリア。アナンダプールという架空の王国を舞台としている。トレイルでは虎やコモドドラゴンなどを見ることができる。また、 パーク最速のコースター、エクスペディション、エベレストや、激流下りのアトラクション、カリリーバーラピッドなどの絶叫アトラクションもある。恐竜をテーマにしたテーマエリア。恐竜をモチーフにした隠しアトラクションや、化石などの展示を見ることができる。映画、ファインディングにもをモチーフにしたミュージカルもここで上映されている。h t t p s a r i a ト n e t アニマル。 キングダム、ファンファクツアニマルキングダム、h t t p s コロン、ススララッッシシュ、ュ、t h e m o u s e l e t s c o m スラッシュ、b e a s t l y k i n g d o m h t t p s w d w n t c o m 2 0 2 0 0 3コンセプトアートディスクリプションズ、オブマイナス v e r b u i l t Disney テーマパークアトラクションズパート1 https w d w n t c o m 2020-03コンセプトアートディスクリプションズオブマイナス64ネバービルトディズニーテーマパークアトラクションズパート2ありがとうございます